こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ます皆さんおはようございます。えー、ここで五五回目のアセッドペン協会なんですけども、幼児教育編としても第三回となります。えー、今回はえー、主に主体性についてえ、えーな、今まで同様田中ガード先生に学ぼうと思うんですけども、やっぱり今。 スポーツ界だけじゃないんですけども、特にスポーツっていうのは押し付ける指導というのをすごいされてきている中で、やっぱり本当にトップ行こうだってとか、スポーツを通して本当に成長してもらったら、自分から何か考えたりだってとか、動けるようになっていかなきゃいけないっていうところでで,で、それは、もうこれ過去2回もあるんですけども、幼児教育からってのとても大きいので、えー、田中先生にまっていこうと思います。えー、ちょっともう簡単にこちらの方から、えっ、ー、と、 ご紹介を皆さんさせていただきますまずえっ、ー、と花岡信和さんパラリンピック出場の、えー、車椅子マラソンのアスリートですねよろしくお願いしますで、えー、画面右上の方にいらっしゃるのが、えー、前回の、えー、幼児教育にもご参加いただいた時はまだ大学生だったんですけども現在小学校で先生されています新井瑞希さんよろしくお願いしますよろしくお願いします えー、そして、えー、画面左下、えー、自民党宮城県連の的場要さん、えー、僕の方が、えー、何回か、何回もですね、えー、東北地方の震災の時にいろいろお世話になりました。よろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、そして、えー、ホッケーオリンピアン、現在、ィベルディーホッケークラブでも活動されている松原直佳さんです。 よろしくお願いしますあと何名か遅れてこられますけれどもこのメンバーでやっていこうと思いますでは、えー、ご紹介します、えー、今は光明幼稚園の前園長ですね、えー、田中画道先生ですよろしくお願いします、はい、じゃここから先は画道、えー、先生よろしくお願いします あ、はい、あじゃあ,えあの、どれぐらいの時間を想定してるのだいたい2時間くらいで収まればと。2>, あえっと、2時間たぶん私が持たないと思うよ。全然大丈夫です、はい。<laughs> いつも9時半には寝てるんで。ですよね、えー。それぐらいまで,であの、はい、終わりたいと思いますけど、あのまあ、質問とか続いていればあの、多分大丈夫だと思いますけど、よろしくお願いしますお願いします。 えー、ご紹介いただきました、あの田中賀道といいますよ、どうぞよろしくお願いいたします。公職としてはですね、まあ、の京都にあります、二条城の近くにあります、光明幼稚園という幼稚園の、えー、2代目です、えー、父と母が1952年、1950年ですねに、えー、作りました幼稚園。 もともとはお寺でして寺自体は1217年鎌倉時代にできてます、えーまあ、そのところで、えー、今幼稚園をしてお寺をしておりますあの私には3人の兄弟がおりまして、えー 一番上が、あの、姉がおりまして、その姉の子供が、秀元です。ですから、秀元君が、私のおいっにあたります。平成の十年からですので、二十年、二十五年ぐらい。文部科学省の仕事はしておりました。